1億円しないへ、どうも吉田です。今日はマイホーム魔改造シリーズ第2弾、吉田チャンネルの視聴者が一番興味ありそうなパソコン部屋、いわゆるデスク周りの紹介をしようと思います。前回の40分の超大作は概要欄から。これはおさらいですが、吉田のパソコンルームはキッチンの真横にあります。中庭を挟んで事務所側とプライベート側を分ける配置になっていて、要は通路部分を活用してパソコンルームにしているわけですね。トイレからも冷蔵庫からも非常に近いので、引きこもりには最高の立地条件。廊下も兼用しているので、反対側は動画撮影ルーム、作業部屋があります。さらに進むとビルトインガレージにつながりますね。これはサブチャンネルで改造動画を出しましたが、この部屋の照明も人感センサーで自動点灯します。部屋にいる限りは消えることはありませんし、部屋からいなくなれば15分程度で自動消灯します。天井の照明はダクトレールにいわゆるベース照明をつけていますが、これは失敗しました。部屋のど真ん中につけたせいで自分の体が影になってデスクが暗くなります。調子こいてこんなのにしたんですが、普通にシーリングライトにしとけばよかったです。あれ明るいですからね。ちなみにこのダイキンのエアコンは2回壊れました。修理代だけですでに5万円近く課金しています。で、まず悩んだのはパソコンデスクをどうするか問題です。作業部屋のように SUS のパイプフレームで自作も考えましたが、結局市販品のオフィスデスクを導入しました。プラスのちょっとおしゃれなスチールデスクです。これはボロシャクヤの時にも使っていたものと全く同じシリーズで、以前のは天板白でしたが、汚れが目立ったので木目調にしました。ちなみにサイズに制約はありますが、白黒木目特別仕様の無垢材天板ってのもあります。この天板、鉄板に木目をプリントしただけのフェイクなんですが、さすが業務用日本製というだけあって強度最強ですね。全く傷つきません。ガリガリやっても傷一つ入らないし、全体的に鉄でできているので磁石がくっつくのもめちゃくちゃ便利です。もちろん天板にもつきます。一般的にオフィスデスクの高さは70センチなんですが、この製品にはスペーサーが付属していたので72センチに底上げしています。70はあまりにも低すぎますよね。72ですらちょっと低く感じます。モニターはトリプルモニターからフォリプルモニターの4枚になりました。これは一時期株にハマっていたことがあって、3枚では物足りなかったので4枚に増設した感じ。見た目のバランス的には5枚の方が良さそうですけど、1枚のビデオカードから出力できるのが4枚までです。誰も気がついていませんが、モニター買い替えています。ちなみにデルとソニーのモニターは模様替えや引っ越し時のダメージで液晶が割れちゃいました。当てた記憶全くないんですが、なんで割れたんですかね、よくわかりません。捨てる予定。購入したのは便球、 4K27 インチの IPS で安かったのがこの便球だったというだけの理由で選んでいます。全くこだわりはないですね。4枚とも全く同じ機種です。1台3万円台でドット抜け保証もあったので、コスパいいかなと思って選びました。画質はデルの高いモニターと大差ないですし、不満があるとすれば縁が若干広いです。ただスタンドがすごい微妙でした。ソニーのモニターみたいに奥行きを取るタイプで机を圧迫しました。なので嫌いなんですが、モニターアームを使っています。中華製の2000円くらいの激安品ですが、若干たわんでいるものの、まあ問題なく使えてますね。ただし上に重ねている長い方は全く耐久性が足りず、どんどん傾いてきます。なので結束バンドで棚に固定してごまかしてます。あとモニターを上下に重ねるのはおすすめしません。使いにくいです。引っかかりがなくなるので、ウィンドウを上に突き当てて最大化するとか、そういう操作ができないですし、右上のバツもね、すごく押しにくいです。入力装置系ですが、マウスは変わっていません。エレコムのボタンたくさんマウスですが、これついに生産中止になってしまいました。後継機種はありません。ワイヤレス10キーは株や FX をやるときに株価を入力するために買いましたが、全く使っていません。普段はこんな感じ。キーボードはリアルフォースが調子悪くなったので、久しぶりにフェルコの赤軸を買いました。入力した感じはリアルフォースよりスコスコしていて気持ちがいいかな。ただこのオプションで買ったファミコンっぽいキーキャップですが、耐久性がマジでない。買って1週間で文字が消えました。結構高いんですが、印刷なんですよね。ふざけてんのかな。ちなみに元々のキーキャップは高級な二重成形なので、このレトロな色合い気に入っていたんですが、残念ながら諦めて元に戻そうと思っています。ちなみにこれ純正ですからね。純正の交換用キーキャップです。ちなみにエスケープキーもファミコンキーにしています。これは中華品ですね。ちなみにカセット交換可能で3つくらい交換用のカセットをついてます。これ前紹介しましたが、マウスコンピューターの顔認証用カメラ、6000円くらいだと思いますが、これはめちゃくちゃいいですよ。認証速度も速いですし、精度もめちゃくちゃいいです。
パソコン本体は2年くらい変更ありません。センスの悪いミント色の煙突ケースを引き続き愛用。 Core i9-14900K RTX3080Ti のままですが、性能には全く不満ないものの、実はめちゃくちゃ調子が悪いので修理が必要な状況。ケーブルをまとめたせいでノイズが乗るのか知りませんけど、 GPU の認識がなんかおかしいんですよね。壊れたのかな。邪魔なので机下に置いたんですが、これが最悪で、お茶こぼしたらわかりますよね。なぜか調子悪いんですよ。原因が全くわかりません。動画用の編集データはサンディスクの外付け SSD1TB に保管しています。確か 2000MB/秒 ぐらい出るので全然十分早い。 SD カードリーダーはプログレードデジタルのコンパクトなものを使用しています。マイクロ SD も読めますね、直接。ただ USB-C なのでパソコンは選びます。動画のナレーションを入れるのに使っているマイクシステムも一通り新調しています。いつもは中華の1500円アームを使っていますが、今回はエルガトの1万5000円もするこういうアームを買いました。高級品ですね。実は中華品だと長さの問題があってうまく設置できなかったので、これに買い替えた感じです。これちょっとアームが長いんですよね、かなり。あとやっぱり高いだけあって、怪しい中華品より作りがめちゃくちゃいいと思います。マイクは引き続きソニーの C100、 これ15万円ぐらいするやつね。そして中華品のよくわからないポップガード、まあ、1000円ぐらいかな、それをつけてます。このポップガード使っている人見たことないですけど、邪魔にならないのでめちゃくちゃいいですよ。ちなみにアーム固定部のこれはスマホ充電ホルダー 3D プリンター製、まあ、場所を決めておかないとすぐ行方不明になるんですよね。ちなみにサムソンの S22 を未だに使っています。充電ケーブルはアームに当たらないように L 字のもので、これは吉田特製孫の手 3D プリンター。市販の孫の手も買ったんですが、なんかどれもソフトタッチで満足できず自作しました。これめちゃくちゃ強力で皮膚削れるんじゃないかってくらいの勢い。硬いんで力加減で調整も簡単です。一度試してほしい、めちゃくちゃ気持ちいい。無停電電源装置も買い替えました。 APC 製を使っていましたが寿命が来たので、今回はオムロン製、なるべく日本のメーカーを購入すると決めていたのでオムロンにしました。まあ可もなく不可もなく普通ですね。パソコンの消費電力がでかすぎて、安いやつだと容量オーバーするので 730W 出力、4万円もしたんでちょっと高いっすね。その後ろの配線は正直ごっちゃごちゃです。最初は綺麗に配線してたんですが、途中からもうええわってなってめちゃくちゃになってます。クイーン、パリン、謎のくぼみ部分。前は吉田グッズの展示コーナーになっていましたが、吉田のイラストばかり見ていると気持ち悪くなってくるので全部撤去。磁石がくっつく壁紙を使っているので、もう実用性重視ですね。超コンパクトな腕の部分に巻く血圧計、これめちゃくちゃいいですよね。スマホにデータも送れますし、病院に行くたびに高血圧の薬を飲むか飲まないかってなるので一応測定しています。で、密かに購入した Facebook の VR 装置、結局つけたり外したりがめんどくさくてね、こんなの使うわけありません。モニター見た方がいいに決まっています。目も疲れます。これはね、年始の大地震を見て急遽購入したモバイルバッテリー、太陽光発電も可能なタイプですが、買ってから気づきましたけど USB PD 非対応。奥のやつはそこら辺に転がってたやつ、非常用に常時充電してあります。壊れるかもしれませんけど。スーパーコンピューターの今日の CPU 持ってたじゃないですか、あれを額縁に入れてみました。かっこいいでしょ。特注で1枚もしなかったので良心的ですね。 H3 ロケット風の焼酎、なんで買ったんかな、よくわかりません。その上は温湿時計と時計。パソコン上の棚は自分でつけました。作業部屋でも使っていた可動棚です。吉田がよく行くホームセンターはもともと銀色の可動棚金具しか売っていなかったんですが、途中から黒と白も販売し始めたので、ここは黒を使っています。明らかに黒の方がいいですよね。ちなみに最初は左右の2本だけで支えていましたが、あまりにもたわむので3本支えにしてあります。幸いにも壁が板張りなのでビスはどこでも効きます。棚板は数百円で買える 2x6 の板を使いました。構造用の木材なので質があまり良くないですけど、角を落として軽くオイル仕上げにしたら、まあ悪くないかなといった見た目になっています。あと金具の長さが微妙に足りなくて、モニターと棚板の間に隙間ができてしまいました。なので隙間を隠すためにいろいろつけてます。これはキッチンタオルホルダー、掃除の時に使っています。一応バッてやると切れますね。作業部屋と同じティッシュホルダー。スピーカーも買い替えていて、テレビ用のバー型スピーカーを吊り下げました。このパーツは 3D プリンターで作りました。27インチモニターの幅にちょうどいいので、モニター下とかに設置しても結構いいと思います。ヤマハ製なので音質もいいですし、値段も1万円台なのでそこまで高くはありません。 Bluetooth も対応していますが、音質が悪いので SPDIF 光ケーブルですね、それで接続しています。
吉田のパソコン安物マザーボードなので SPDIF ないので USB から変換するものを使っていますが、これすごく微妙、認識しなくなったり謎のボツボツというノイズが乗ったりします。アクセラ今何時、アクセラ今何時、アクセラアレクサ今何時、午前1時22分です。アレクサ YouTube で吉田製作所再生して。Amazon の激安スマートスピーカーですが死ぬほどレスポンス悪いです。声をかけてから反応するまで時間かかるし、小難しいことは理解できませんとか言うし、 YouTube 再生してとかはくっそ重くて死ぬほど時間かかるしで全く使っていません。飾りですね。まだ表示されないでしょう。ソニーのマイナンバーカードリーダーにエコリユースファクトリーで購入したパナソニックの DVD ドライブ、使っていないので USB 接続されていませんでした。オーディオインターフェースはヤマハの AG03M2 に買い替えました。作業部屋に旧型の白いやつを設置したので代替品として新型です。正直何も違いは感じませんが、ミュートボタンがついたぐらいですかね、パッと見でわかる違いは。あと黒い固定電話としてしか使っていない iPhone15 Pro のワイヤレス充電場所、ソニーの一番高いワイヤレスヘッドホンはここにかけています。これめちゃくちゃ軽くて音質もいいので気に入っているんですが、ハズレ個体らしくて謎の誤動作がめちゃくちゃ多いです。同じものをもう一台買いたいんですが5万円もするので諦めています。充電しやすいようによくあるマグネットタイプの USB ケーブルを使っています。規約違反だっていう警察が炎上させようとしてきますが、便利なので許してください。経費処理で使っている卓上ホッチキス、これめちゃくちゃ便利なのでおすすめですね。2枚から80枚まで閉じられるし、めちゃくちゃ軽い力で閉じられます。まあ多い枚数を閉じることってないんですが、卓上って地味に便利なんですよね。引きこもりだと今日が何日かわからなくなるのでデジタルカレンダー、モニターを設置したので見えないですが、裏側にもう1台卓上ホッチキスがあります。こいつが初代ですけど、こいつは使いにくいので使えん。ガマグチくんはハンコ入れですね。このガマ口いいよね。なんかその上の段はあまり重たいものを乗せると地震で吹っ飛んできそうなので、なんかちょっとしたものを飾るコーナーにしています。もののクッションに、吉田カバンの財布に、巨大なサンディスクの SD カードに、インテルの CPU の箱に、純金 iPhone に、玄関につけようと思ったけどつけられなかった吉田の表札に、吉田だから吉田カバンが好きなので吉田カバンの財布が入っていた吉田カバンの箱に、山崎パンのアレのクッション、デブは好き、名前は思い出せませんが半導体のアレ、アリエクで買いました。で、超巨大な例の船。吉田よしおの動画。椅子は以前紹介した気もしますけど、岡村のコンテッサ2が使ってるやつですね。1日の大半を座ってるので20万円もする高級品を買ったんですが、座り心地は悪くないと思いますけど、椎間板ヘルニアにはなりました。別にこの椅子のせいだとは言いませんけど、あとクッションが若干へたってるかな。クッションじゃなくてメッシュにしといた方が良かったかもしれません。前回みたいに動画が無駄に長くなってしまうので、ここからはザクッといきます。左側の一番上の引き出しは文房具系ですね。まあ普通かな。ぴったりサイズの容器なんて売っていないので 3D プリンターで作って、こっち側は100均です。2段目は調味料とか箸とかガムなどの食料系です。まあダイニングテーブルもあるんですが、結局使わないですよね。ながら見しながら食いたいんで基本ここで食ってます。愛知県といえば濃口ソースですよね。群馬で売っているの1回も見たことはありません。香味ソースとかで、この箸入れも 3D プリンター製ですね。 3D プリンター実は死ぬほど使っています。多分日本でも有数の使用頻度の個人だと思うわ。一番下はよくわからないものを適当にぶち込んであるだけかな。最近買ってよかったのはこれ、足のかかとを削るやつ。冬の時期は乾燥して割れてきちゃうんですよね。これで削ると調子いいです。パナソニック製 AC アダプター式ですけどね。あとはビリビリマシンとか全く効果がないので使っていません。あと X で低周波治療器が足の痛みに効くと聞いて買ったんですが、まあこれも効果はないですね。結局コルセットで締め付けるのが一番痛み和らぎます。アナログだけど。あと側面に磁石でステンレス定規とノギストコンベックスをくっつけてあります。 3D プリンター用のモデルを設計するときによく使っていますので使用頻度は高いです。
ノギスは20センチがいいですよ。15センチは短すぎて足りません。30センチは長すぎます。ノギスはミツトヨが絶対いい。神話はやめた方がいい。使いにくい。反対側は基本的に使ってません。扇風機がありますし、こうやって当たっちゃうんですよね。2段目は最近買った製品の説明書が放り込んであります。一番下は保険証の契約書とかが入っています。洗面はマジでいらんかった。冬の時期は加湿器の水汲みとしてだけ使っていましたが、ここにお茶とか捨てるとめちゃくちゃ汚れるんですよね。白なんで最低でもステンレス製にすべきでした。リフォームするタイミングがあれば撤去したいですね。ちなみにこれが加湿器、今は使ってません。その下に置いてあるのがスマホと連携できるオムロンの体重計、血圧計と同じアプリで管理できるので便利ですね。でこれは災害時の緊急避難バッグです。避難勧告が出たらこれを持って避難しようと思っています。食い物とか避難所にあるだろうから飴とか入れてありますね。ちなみに東海地震が起きる起きる起きるって言われているので、倉庫にも水や緊急用の食料はたくさん保管してあります。10年保存水とか常備してますよ。ふるさと納税でもらったやつですけど。あとはフリーズドライのご飯とか、もちろんカセットコンロもあります。ボンベも6本あるので当分は耐えられますね。クイーンパリン。反対側の収納は最初はおしゃれな感じを目指していたんですが、途中からもうええわってなって実用性重視になっています。ウォーターサーバーついに導入しました。日田天領水という結構有名なミネラルウォーターのサーバーです。別に水の種類にこだわりは皆無ですが、このサーバーねタンクレスなんですよね。直接水の容器を冷やす構造で、蛇口も毎回新品になります。ウォーターサーバーって手入れが雑だとピンクカビ生えますけど、これならいいでしょう。ただお湯は出ません。あと欠点としては最後の1リッターくらい出てきません。本体ごと傾けて無理やり出すとかしないとダメなので、ある程度の割り切りは必要です。2箱で3500円だったかな。ウォーターサーバー全部そうですが、コスパはあまり良くないですね。水はあまり好きじゃないので粉末のお茶を入れて飲むことが多いかな。液体で薄めるタイプは美味しくない。最近の気にはこのジャスミンと玄米茶、水にもよく溶けます。この冷蔵庫はボロパ生活してた時に使っていたやつですが、もったいないのでここに設置しました。ペットボトル系とかコンビニで買った惣菜とかあれば入れています。今日はたまたま空ですね。プリンターはまだこのキヤノンを使い続けています。ブラザーのレーザープリンターは速攻で壊れたんですが、こいつ全然壊れないんですよ。1個200円ぐらいのクッソ安いインクぶち込んでるんですが壊れません。ちなみに印刷枚数見たんですが1万枚も印刷してました。結構印刷してますよね。エコリユースファクトリーで購入したペーパーカッター、これすごく便利。宛名印刷した紙をぶった切るのによく使ってます。実は鉛筆派なので鉛筆削りが常設されていて、2連のテープカッターにセロテープとマスキングテープ、そしてマクセル泉のシェーバーはまあまあそこそこですね。そしてアマゾンでグッズ販売するときに使っている 1g 単位で 150kg まで測定が可能な A&D の最強スケール、これマジで便利。ちょっと電源入るの遅いけどね。カメラ用の防湿庫はコメント欄が荒れるので旭日機は外しました。これまずいんじゃないのって結構コメントされるんですよね、なぜか。まあ防湿庫まともに使ってません。ただのなんか収納ケース的に使ってます。ぐしゃぐしゃです。引き出しですが、一番端は経費関連の書類とかが入ってるので見せられません。文具関連が一通り入ってます。あと数万円の現金がなぜかありますね。その下はちょっと大きめの文具、一番下は何も入ってません。ここは自作パソコン系の小物系のパーツが入っています。あと USB メモリーとか SSD とか、まあ元々はもっと大量にあったんですがプレゼント企画であげちゃったのであまり残ってません。その下は空、一番下はテプラコーナー。お気に入りはこのマスキングテープカートリッジです。いろんなところに貼り付けまくってたと思いますが全部これを使ってます。普通のテプラって1年くらい貼り付けてると剥がれなくなると思いますが、これはマスキングテープなので粘着力も弱くて剥がしやすいです。ただ色が微妙なんですよね。黒テープに白文字を発売してくれ。ブラザーはあるんですよ確か。ここはケーブル関連、どんどん溜まってきます。ここはスカスカですが今のところ電池が入ってます。一応ボタン電池とかも一通りは買ってあります。あと 9V とか、最後の一番下は電源コードとか太めのケーブルが入れてあります。作業部屋側の収納が充実したので全体的にスカスカ。天吊り収納もちょくちょく使っていて便利だなとは思っていますが、基本的には一番下の段しか使いません。上の段は手が届かないんですよね。一応用途別に分けてあって、ここは家関連、予備の部品とか説明書とか契約書とか権利書とか、ここはプリンター関連の消耗品、あと梱包用の部材で、一番端っこは郵便関連ですね。レターパックとか切手とかそんなのが入ってます。
これは滅多に使えませんけど、ラミネーター。そんな感じで最後の方グダグダになりましたが、吉田のパソコン部屋の紹介は以上とさせていただきます。あとはビルトインガレージ部分が残っていますが、それはどこかのタイミングで動画にしようと思っています。低評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あ、そういえば床の話していませんでしたが、床はリクシルのサーモタイルという冷たくないタイルを使ってるんですが、ザラザラしてるせいで汚れが取れません。あとね、この溝の汚れがね、マジで取れん。どうしたらいいんだろう。困ってます。破産寸前です。やっぱり吉田100キロ超えても大丈夫。吉田製作所。